はい、どうもこんにちは、ドクターベノムです。本日はスパイランブルをやっていきたいと思います。一緒にやるのはカエルラーバオパイチアーケインイン長月アリエヌです。よろしくお願いします。今回はね、スパイランブルいっぱいやってきたということで、ちょっとねスパイを強くしようということで、同士打ちペナルティ 0% です。でスパイライフルはじゃあ6発入れとこ、6発入れときます。でナイフクールダウン 0.5 秒なので、めっちゃナイフの振りが早いです。まあマップもね結構やってきたんで、適当にいろいろ選択してやっていきたいと思います。まずはマシュマロシティからやっていきたいと思います。ではゲーム開始。ゲーム説明されたけど全然わかんないんだよな。何がどう変わったんだろう一体。今回の貴殿の任務は潜入妨害、一人残らず始末せよ。まあ夕暮れのマシュマロシティですね。アイちゃんどこいるのかいちゃん。おじゃんのまら毎回やるな、これ。なんか恒例行事だね。なんかこのタスク、いけ、なんだこいつ。さあ今回は同士打ちペナルティが 0% ということで、まあ、誰でも彼でもね殺すことができるということですよ。すごいな。F さあ今日もやってまいりました、スパイランブルのお時間です。私アリーヌがお送りいたします。パスワードは3248122でございます。スパイランブルというのはこうやって小さいタスクをこなしながらコインを貯めていくんですよ。でこのコインがなんと武器に変わるわけですね。久しぶりすぎて全然わかんないんだけど、このゲーム。金集めて買えばいいんだよ、金を。金集めて金を買うの。ラバ、FX って知ってるか。稼げるんだがいいね。どうだい。魅力的な話だね。生臭い話してるやつおるって。じゃあ今回はね、村だからね、誰を殺害するか考えよう。こういう時はスキル構成を見ます。ああ、初心者マジっぽいな。カエルあたりかな、割とこの構成を使えそうなのは。不審な動きしてる。あったぜ。なんか遊んでるやついるな。イニアーケン長月で遊んでる。これカエルくん黒ですよ。カエルくん黒です。あ、了解です。俺のスキル構成チェックがそう呼んでいます。カエルくん黒。真っ白血系の白血系です。どうしよう、俺アーケンにさ黒って聞かれたら否定できないんだけど、どうすればいい。どうすればいいかな。なんかちょっと悩みな問題だからな。そうかね。なんて答えよう。これ一生悩んでる。部分的にそうとか答えればいいんじゃない。たまいい、それでいこう。誰かいないかな。やるか。なにクリーンアップ。クリアップ成功。ペット長だ、いいね。バレちゃってんよ。ああ、キモすぎだろ、あいつマジで。いや、なんかキモいなと思ったんだよ。何を強化したっすんだっけ。同士打ちしても死なないんでしょ。うん、そこだけは。あとスナイパーライフルが6発。スナイパーが6発。スパイのやつ。マケンさん以外死んでるかもしれない。アーケンが死んでるかもしれない。あの3人固まってて気づかないってある。3人がアーケンを殺したかもしれない。3人強人ルールか。いないぞ。いないいないぞ。誰もいない。まあ、ここはタスク知ります。じゃあねー。はい、あった。死体。え、なにえ、あったの死体。違う、あ、そういうこと。あ、ミスった。ん？何やるの？あ、くそ。スナイパーってさ、俺らも6発ってこと？鬼が受け6発なんじゃないか。待って、後ろ誰だ？長月。そう、振り返り。インさんと、あ、ちょっと怪しいな。インさんとベルムさんがさ、銃声したっていう話してる。え、痛い。本当に？え、2人があれ？違うよね。普通もう殺されてるんだ、そしたら。怪しいな、ちょっと。ちょっと、違う。
アーケンさん見た？ちなみに。アーケンさんはちょっと結構前に見た。そんな殺しが起きないか。不思議だなぁ。あ、イニンが死んでる。イニンが死んでる。どうやって作動させんだ、これ。バルーン。ここ3人固まってた。うん。いや、若月は違う。イニンが死んでるのよ、あの、向こうで。イニンがガレージで死んでて、ここ3人絶対違うね。ガレージで死んでる？絶対じゃない、絶対じゃない。僕途中からだけど。え、ちょっとわかんない、僕は。ガレージからでどこだったら長月。おい！ガレージでどこ？痛い痛い痛い、ちょ。お前がイニンを殺したのか！いや、違う。待って、これ、アーケンさん生きてる、そもそも。え？あ？あ、風船かな？これはアーケンが死んでいると思う。あ、やっぱアーケンいねえわ。死んでる。弱肉強食弱者。で、ガレージで、はい、イギンの死体があったのね。はい、で、イギンの経路としては墓地まで行って、これ、長月覚えてると思うけど、なんかアーケンさんいねえなみたいな話して探しに行ったじゃん。受精もして広場で。うん、で一周ガレージ倉庫公園広場って戻ってきて墓地で分かれたのよ。で墓地からコンテナ、コンテナ側ガレージ直ルートで多分イニン行ってて、イニンは死んでるって感じ、多分経路的には。はい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 。で、はい、ラーバとカエルは結構一緒にいた。ずっと一緒にいたから。で長月はガレージから出てきたの。ガレージから出てきたか。あ、待て、ガレージから出てきたって感じなのか。これガレージで上と下どっち、これ中まとめてガレージ中。あ、中の話。うん、あ、なんか確認してないんだよな。でもそのコンテナのあたりにはいたんだけど、コンテナっていうかガレージというか。長月はその時に誰か見てないの？僕が行った時には見てなくて、あの倉庫の方からラーバとカエル君か。うん、じゃあアリエンは、ね、俺一人で半時計回りでずっとぐるぐるしてた。で最後にガレージでイーンさんが死んでるのを見た。最後って本当最後か。オパイチか長月かアリエンじゃないか。終わっちゃったよ。まあ俺の、うん、なるほど。終わっちゃったよ。なるほど。あ、ちょっと、なるほど。しょ、帰る。はい。よし。ミッションコンプリート。まあ、多分これは正解でしょう。あ、正解？オパイチも殺せ。ついでに殺せ。ついでにオパイチも殺せ。で、あとアーケンの死体が見つかってない。消したんじゃないの？わざわざ消す？パンチもなくはないんだよな。一応広場方面、あの公園方面から歩いてきてるから、カエルラーバが一緒にいたから、その3人かなって感じで絞れない。なんかこれ、うっ、え、なにこれ、パンチ、え、なにこれ、地雷で死にました、この人。え、地雷が足元に。あ、地雷で死にました、この人。オパイチじゃね。地雷で死にました、この人。オパイチじゃね。やるか。この中に立って、オパイチだ、オパイチだ。やべ、ナイフ1回しか使えないの。ナイフ1回しか使えないの。まあ、なんて遠いの。おい、はい、うん、ナイス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 。くっそ、あ、やっぱそうだよね。やっぱり追いかけてくるなと思って。3人も殺してる、オパイチ。オパイチめっちゃ怪しかった。オパイチめっちゃ殺してるわ。俺3人やったの。あ、地雷か。めっちゃ強い地雷で、ラーバが目の前に続いてのステージは雪山ロッチ。オペレーション C が発令された。エリア一丸より機密情報の入ったコインを送金せよ。え、なにこのマップ。このマップ知らない。雪山ロッチでございます。誰も入り口で立ち止まんない。絶対詰まると思ってさ。俺だけ遠く行ったけど、俺こっちタスクないんだよな。初めてやるんだよな、このマップ。観察してこそ、あいつ。タスク中にさ、あれ、あれって殴るとさ、タスクが中断されるのさ、いっちゃうぜよ、多分。装備は整えておきたいよな。
パイソン人狼わっあ、違う、ラーバ、ラーバ、おい、おい、やめてただでさえ殴れないんだから、アリエルさんのこと俺なんだよやめてやめてあれ邪魔なんだよ、キモいあ、くそびっくりしよ見かけないなお、すげえ3番キー押すとなんか、ない状態でも素手になるんだベノさん、はい、3番キー押して助かったら助かったら3番キー押して、はい、今押しまくってるよ3番キーおおいや俺さ知らなかったんだけどさクルーでもさクルーって3番表示されないじゃん12しか表示されないけど確かに3番で素手になるんだ、ね、存在するんだいや俺これびっくりしたわみんなにやってこうぜ3番キー押して誰か押せないって言い出すかもアッケーさんさけさん、さん3番キー押してみてくんね3番押して、数字キーのんおおなんだよなんだお前らカエルと長月さカエルと長月3番キー押してくんない3番3番数字の3番あ、ないよいたいたいたこいつは黒だカエルと長月3番キー押してくんない3番そう数字の3番うんあないよいたいたいたこいつは黒だラバ3番キー押して3番キー3番はいおおじゃあアディエヌかオパイチかあと人狼はもう一つの武器が出るそう人狼武器のキーが3番だからはい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 。だからないんだって。じゃあありえぬか？オパイチか？おいふざけんな。ないんだって。1番と2番しかないからないっつったんだよ俺。ないよってのお前だったんだろ？長月にかかった。長月お前だったんだろ？違うってないからないっつったんだよ。スロットがないからないっつったのになんでこうなるの？はい。撃っていい？ダメだよ撃たない。一発で死ぬのこれ。いやそれは死なない。二発三発三発ぐらい撃たないと死なないはず。オパーチさんの撃っていいは本当に撃つじゃん。ダメだよ。世界政府のこと信用しちゃいけないんだから。はあ怖いよ。オッケー。俺もヘリ呼ぶわ。なんで？ヘリ呼ぶ。どこで呼ぶのこれ？どこがあるの？他の命は何だと思ってんの軽すぎる おい壁の向こうじゃねえかよあこっちに助かるじゃんえおパチさんさっきおパチさんあなたにこの殴りを捧げますあーおパメン知らなかった一応会議にしとくかアリエルさんアリエルさんしかいなかったよね今アリエルさんしかいなかったよねちょあれ違うのガチで違うのえおパイチの死体がこの先にあってアリエルが普通にそこに立ってたからえじゃああとアーケンさんえ一人死んでんじゃないということは長月が沼村だった可能性があるうん長月さんやばかった可能性あるじゃないんだからしょうがないって言っただけじゃん押せないって何なんだよそうここにアリエヌが立ってて他のメンバー全員いたからアリエヌあこれアーケンさんじゃね違うのえだよねいや違うああここかにゃーん2人ヘルス半分って感じかこれ3です、ね、銃声だあわあごめんごめんごめんマジでああごめんいいねー結構死んでるさあどうしようロケランでワンパンで殺したいこういう時にレーダーが欲しいぜパチパチいったぞ今上だな死ぬがもろともか
あぶねえ、あぶねえ、やりますね。おい、イーンのメタ推理全部間違ってんの、やべえ。全部イーンのやつで、なんかバスバス何も合ってなかった。長すぎる。3番押せないって何だったの。だってないから押せるわけないじゃん。いや、押せるだろ。すでになるんだよ。イーンのメタ推理はマジで使えないことは分かった。何の意味もなかった。では次はシークレットラボ。今回の貴殿の任務は潜入妨害。一人残らず始末せよ。ん？何これ？初めて見たこのマップ。結構初動で武器変えちゃうからこのゲーム。気をつけないと。ここもショットガンかな。ここショットガン弱そうなんだよな。でも今日はもう疲れてる。激労です。激労の時はまあ。普通にショットガン買いますか。難しいんだよな、武器選びって。はーい、はーい。さっきはよくやってくれたの、お前。俺は手を下していない。やったのはあげた。確かに。いや、でもあれはアリーヌが悪い。だっておっぱいちさんの死体の上で立ってたんだもん。よし、来た。シャツガン。どうかな。俺もショットガンを買って、兄さん。おお、マジか。対戦する。対戦する。ちょっと待ってよ、兄さん。ウィ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 。お前はもう追い込まれている。あ、これさ、絶対疑われるよね、これ。殺そうとしてるように見られてさ。そろそろ殺し起きてるんじゃない。でも銃声聞こえ、これね、誰か死んでたら、うん、あれ、アリエの城取れるから。いいね、探しに行こう。そう、だ最初のキルには関わってないっていうのも言えるから。あの、広すぎてよくわかんないんだけど、このマップ。向こう側か。へえー、すげえ、なんだこれ。おばあち殺すわ、昔から。え、殺すって言った。今あの人殺すって言った。怖いわ。殺すって言ってたわ。一体誰を殺すのかしら。見物ね。武器買う場所がわかん、あ、これか。はい。近づくな。俺に近づくな。怖っ。いいね。めっちゃ低い声で近づくな。おお。全然死体ないな。ないね。別にナイフで死んでていいと思うんだけど。なんだここは。まるで迷路じゃねえか。本当になんだここは。うわ、びっくり。あ、ちえ、何？それか3階とかで死んでるかな。めっちゃ死なかったこれ。下から今探してる。うん、下。すごい銃だよね。なかった。あ、銃声した時、ね、まあ、自分とアリエヌは一緒にいた。全員生きてんの。え、あ、じゃあデコイ置きか。何何、やばい、俺今回タスク全然してねえ。ん、すっげえ銃声したけど。一体誰か人狼なんでしょうね、ラバさん。あれ、これ聞こえない。なんか臭いぜ。取れない。お前臭いぜ。取れない。お前臭い。戻れもしないよ。あ、ごめんごめんごめん。後ろで頼むさん、拾いましょう。続きどうぞ。なんかね、ユニポヨから俺臭い匂いがするんだ。嘘ついてそうな口ぶりしてんだよな、こいつ。ほう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 。なんか俺の直感がそう叫んでる。なるほどね。どうする、戦っておくか。どうしようかな。あ、あれ、なんかさ、おおお、あ、あ、これは人間同士じゃない。また銃声したよね。でもなんか誰か撃ち合ってなかった。全員いるかな、これ。なんだと、なぜ誰も死なない。何、誰も殺せないやつだろ、これ。アリエヌだな。誰も死んでいない。誰も死んでない、こっちは。死んでいない。あれ、アリエヌ様。あ、うわ、え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 、銃声してる。その奥じゃね。死んだんじゃないか。イニンさんが今奥行ってたよな、一人で。何事？
芝生か。よし、オッケー。え、なんでライフル持ってんの？俺も買おう。燃料入れようよ。さあ、誰か。いや、偉人でもない。聞いてないよね、これ。なんか、別にこれ。超音声聞こえる。真相に悪いんだよ。なんだ、誰も死んでない。ね、誰も死んでない。誰だ、長月か。今の今銃声したからワンチャン長月が死んでて死体消えてたら陰陰かなと思って通報したけど死んでないんだよね。いいんですからなってたね。ガソリン入れよ、ガソリン。そうね、そうだね。そう、行きますか。うん、行きますか。いや、ことが起こるのが楽しみだね。いや、結構ね、俺の予想なんだけど、これレーダーが後から動くね。いや、それかレーダーが孤立を見つけて動くか。お、またデコイかな。これ。え？ちょっと怖すぎるよ。うん、なんだあれ。デコイかな。お、アリエヌスナイパー買ってますよ、ベノさん。あ？アリエヌスナイパー買ってますよ。本当に？なんかロケランの星ない？これデコイじゃない？でもパンパンパン、うん、地雷？ないんですけど、ここ通れないんですけど、ここ通れないんですけど。閉じ込められたんですけど。あっち、一、オッケー。え、アリエヌいたぞ。はい、なんかロケランの音せんかった。アリエヌいたぞ。ね、ロケランの音せんかった。いや、ちょっと、なくない、ま、ちょっと聞こえたような気はする。こんにちは、アリエンさん。待って、違う、でも俺違うよ。俺銃持ってるよ。こいつだ。え、なんで？あの、スナイパー持ってました、この人さっき。あ、僕の見間違いじゃなければ、なんか黄色くて長いもの持ってました、この人が。それ、おばいしさんじゃなくて。あ、え、それ本当？おばいしさんも持ってたよ、スナイパー。これ誰？あれ、あれ俺がトロールした。ラボさん、俺嘘くせえか。いや、お前はアリエルの罪を償い生きろ。ちょっと待って、俺はあの4コインとりあえず全部入れるわ。入れる。アリエルか、上に書いてあった。俺ガチで今日ダメかもしんない。俺もう終わりだわ。まあ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 、この銃声の正体をちょっと突き止めたくないですか。マーケン一人で上がってきたんだ。人狼割れた。あ、おばいちが死んでる。おばいち死んでる。あれでもそれだけほとんど固まってたよね。固まってましたよね。だってラーバ、長月、イニン、ラーバはもうアリエノを殺してたから。そう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 。カエルかアーケンさんですよ。いたいたいた。え、俺と、え、でも、ん？銃声聞こえたとき俺アーケンさんと一緒にいたからなんか無理だった。あ、いたね。まあ、そうなんだ。それ以外だったら銃声全然聞こえなくて。デコイシで、デコイでナイフシって感じなのかな、じゃあ。あーね。地雷踏んだとかじゃなくて。あー。地雷踏んだにしても。ロケランの音って言ってたのそれか。地雷踏んだにしても動き回ってんのアーケンか変えるじゃない。そうだね。いつ仕掛けられたかわかんないけど、まあ疑い位置ではあるのか。え、確かに。イニー目線はスナイパーを持ってた人は一人死んだわけだ、どっちかで。そう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 。まあでもおばいちゃんは本当にスナイパーを買って普通に死んだ可能性はあるけど、でもなんか自分目線で、ね、アリエのスナイパー持ってたように見えたんだよ。なんか黄色くて長い棒。そしたらなんか我々の目の前で急にショットガンポロって出したから。あ、もしかしてあなた看板間違えたんじゃないですか。
バッチ割ったか俺。あら。すいません、ごめんなさい。あーでも今のでカエルくんどうかアーケン釣らないんだ。どちらにせよアーケンかカエルということだな。ベノムさんは分かってんね。さてさて、違う、カエルっちゃー、カエルっちゃー。いやでも給油しようつっててスナイパー買ってるおばあさんはめちゃくちゃ怪しいんだよね。いやでもスナイパー持ってて給油しないみたいなことはないだろう。さよなら。やばいやばいやばい、やばいって危ない。バカバカ誰だマジ、一人バカだ。長月黒、長月黒。あ、はい。長月さん、はい、的に書く。長月さん、あなたボタン押し間違えましたか？え？あの？あなたボタン押し間違えませんでした？目の前でいなくなりましたね、あなた。え？あなた、あなたバルコニーで透明になりませんでした？え？そんなミスしないでしょ。いやどうだろうな、これ長月さんつってゲーム終わったらそういうことだもんね。やめてくれよそういうの。長月ちょっと聞きたくなるようなワクワクを。はい。やってみるか。あれ俺なんかコイン1枚なくなった、なんでだろう。コイン1枚なくなった、なんでだろう。長月さん、あ、もう一人生きてたりする？おかしくないですか。長月もう一人生きてる、これ。あ、生きてんじゃないですか。あ、じゃあ入れるわ。あ、いや、ちょっと思うの、あの、ちょっと、あの、マイクラやりすぎて、何か開くとき、E ボタン押しちゃうんですけど、ちょどうしたらいいんですか、これ。押さなきゃいい。じゃあ、マウスのサイドボタンに、振っとけば。消えたからさ、バグかな？さんは見てなかったって確認して、バグかな？さん何も言ってないから、これ、大丈夫だったかなと思ってるの、なかった。いや、見えたけど、何も言わず、何も言わず、とりあえず通報ボタン買ったよね。やめてくれよ、E と F も下に棒あるかないかの違いじゃん。もっと分かりやすくやってくれよ。大丈夫だよね、一人、もう一人生きてんだもんね。あ、大丈夫だ、生きてんだろうな。じゃあ大丈夫だ。誰だろうな。あ、ベノさんじゃこれ白いね。恥ずかしいんだけど。ガチで恥ずかしいんだけど、これ。本当に生きてる。本当に生きてる。じゃあ、アリエヌじゃないんだ。アリエヌではない。もう少しで出れるよ。僕がトロールしていたことが発覚しました。僕がトロールしていたことが発覚しました。あー、そっか。ですよね。ですよね。はい。お、ジュース出た。俺ちょっとここ、コインしたい。もうちょい、あともうちょい。思うんですけど、なんか今回めちゃくちゃデコ出てるじゃないですか。はい、で、はい、妙にベノムさんが会議鳴らしまくってるんですよ。はい、ベノムさん、なんかこれ会議で全員釣ろうとしてませんか？あー、なるほどね。はい、僕なんですよね。うわやめてあー、ここで鳴らされるのはちょっとつらい、スライング。死んでる。ああ、カエルくんか。うわー、オッケー、当たんねー。この人か、はい、スナイパー持ってたの、ごめん。あれ、ちなみにオパイチさんが持ってたよ。あっ、俺全部間違ってるじゃん。やっぱそうだよね。カエルくんごめんなさい。いや、しかし今日本当にやばいな。エージェント諸君、オペレーションシーン。いや、あれだわ、頭良さそうな人についていくわ、今回。頭良さそうな人についていけば、もう間違いねえわ。敵国スパイの存在には留意されたし。どういろる。ペノさん、俺攻略法見つけたわ。
これこう見つけた。俺はねもう今日ダメだ、ベノさん。ダメ？そう、俺今日ダメだ。だから俺はもう頭がいい人に、ん？はい。あれ？ベノさん消えた。自信を持って。いや、いるよベノさん。俺はね頭がいい人についていけば、あのベノムさんが見たものすべて本当だから。いやそうそうそう。じゃベノさん、あのちょ俺の目となってる。長いるよ。消えたもん。よしよしよし。もう頭いい人についていけばもうこれ絶対大丈夫。長月消えた維持でしょ。長月消えた維持は。何殺す？ショットガン。ナイフ買った？ショットガン買った。ナイフ買ったね。ショットガン、これ見てみろ、このぶっといやつを。キモい。何がキモいっすか？僕にはわからないな。そこにあった。うわお。あお。わお。あれ？長月消えた？消えてないよ。長月さっきいたよな。あれ？消えてないよ。いなくない？え？なんか長月の声だけ聞こえる。あれ？え？いるっているって。やめてやめてやめて。上じゃね？あ、上か。いや、まあ、長月のさっきの目の前だよ目の前だよ。上じゃね？上にいると思うか。さすが。いなくね？あれいなくね？え？え？こっちによくなった。あれ？長月消えたぞ。こいつ楽しいスパイランブルやらせねえマジで。まずいい加減にしろ。別に楽しさを味わわせる前に殺してやる。絶対に殺す。ラバさん、おぱいち見た？見てない。オッケー、殺してくる。どういうことだったんですか一体。どういうことなの？どういうことなの？でおばいさん見てないでおばいさん殺されたかわいそうすぎるんだけど。長月消えたぞ。え？いやでも俺は見間違いかもしんないから。ちょ俺は俺はどこは？俺は見間違いってか見てない。殺すから。おばいちあオッケー。あ生きるよ。うん。ちょいラーバ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 。当たった当たった一発当たった一発当たった。あ。最悪。え？ちょいラーバ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 。当たった当たった一発。お疲れ。え、なんこいは？なんで俺の子殺されんのこいつに。ちょ待って、これ釣ろうぜ。普通に釣ったらいいわ。え、コインある？コインある？あるよ、一個。待って、俺、え、ちょっと待って、カエル君コインある？あるよ。オッケー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 。あ、やべ。おばいちさんだけ死んでる。おばいちさん？ラバさん。いや、それを僕が殺した。ラバさん。大丈夫。あなた、とんでもないもの撃ちましたね。あなた、とんでもないもの撃ちましたね。私がやりました。俺の頬をかすっていきましたね。いやー、面白い。絶好のチャンスだったのになー。いや、今の殺せてたら強かったね。投票申請するか。俺連打してるラバさん名前でした。俺も連打してる。もしかして全員金なくてラバさん釣られない？あれ金がない。もしかしてえ嘘でしょ。みんな誰か金カエル君。え、俺カエル君とアーケンさんが金あるって言ったから通報しようとした。だからトランシーバー買ったんだよ。俺もトランシーバー買った。俺1あるよ。あ、じゃあアリエヌカエルで。まだ言えるよ俺は。はいはい、お前生きられねえよ。ラバ、ラバ、疲れな。生きれると思った今。今。こいつらは。性格悪すぎ。ワンブイシックス生きると思った。いけません。ラバ、ケツに入ってる。ラバ、おつー。マジか。あれ当たんなかったんだ。下に打たなきゃいけないんだね。え？あら。おばいちってなんで殺したの？いや、僕は殺した。ムカついたから。そんな感じです。やばい理由が。妹で何それ。え、待って、あの G ボタン連打すると妹できる。え、あのさ、本当だ、ラーバが撃って、ラーバが撃ってきた時これチャンスじゃない？ロケラン出したら勝てるんじゃない？何してるんだ、長月。ロケラン撃って、ロケラン。ラーバが撃ってきた時ってさ、俺と誰が近くいたっけ？僕とイニンとカエルくんだっけ。じゃあ、長月かアリエヌ。長月じゃねこれ。え、あれアリエヌ金入れたでしょ今。
あれ長っ長っ、やめてください。痛い痛い痛い。いや、理不尽じゃない、理不尽じゃないよ。どういうことですか。いや、わかるよ、理不尽じゃないけど、このなんかこの運のなさにね、神に怒ってるよ、僕今。いや、ちょ、これはラーマが悪い、ラーマが悪い、なんか。お前楽しい、お前楽しい、このゲーム。お前楽しい、お前一、お前一楽しいか。やばこいつ、なんかペニガキみたいなことやってる。いやなんかマジでぶん殴ってきたらやるさない。疲れなって。ちょっとスパイ専用コイン、もう10枚あげるわ、10枚あげる、もう10枚あげるか。じゃあ俺最初にロケラン買うわ。エージェント、おい、オペレーション、何回エージェントやるんだよ。エリの存在、俺いきなりショップによるっていう黒いことやるわ。あ、ショップ行こう、ショップ行こう、あ、ショップ行こう、ショップ行こう、ショップ行け、ショップ行こう、みんなショップ行こう、ショップ行こう、あえてね、こうショップ行かないことで自分は人狼じゃないですよっていう風なことを装うと、っていう風なことを装うと。これ下の階の声聞こえてくるの面白いな。あ、おもろいね。ね、近くの人の声結構さ、壁越しでも聞こえるんだね、これの。ピストル買おう。さて、さて、コイン、そこら辺に落ちるようにして。開けんだ、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 開けん、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 俺武器ない。え、なんで抜けたの？待って、待って、どこ行っちゃったの？奥のロケラン、俺らが向けて撃ってきたから、完全にロケラン、多分ありえるもしろ、ロケラン、どこ、あ、これで僕はアリエルも多分しろ、俺らに向けて撃ってきたから完全に。なるほど、多分アリエルもしろ。ふぅ、危ねぇ。何、 A さんが黒だったの？ A さん、 A さん、 A さん黒だった。下打ちしてこよう、俺下打ちしてくる、俺下打ちしてくるわ。俺も行く、待って。ふふふ、煽ってる。煽ってる。やばすぎ、治安悪い。あけさん、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 あけさん。はぁ、あ、死体打ちか。低俗な奴らだね。ごめん。天に召します我の父よ、願わくば安らかに眠りたまえ。よし、アーケンさんがよほどの沼じゃない限りアリエヌは白でイギも白を。なるほど、うん。アリくんだ。え？あれ、あれだ、アーケンさんとイニーさんが打ち合ってて、それをベノムさんとアリエンさんがとどめさせたって言ってた。そう、あー、なるほどなるほど。行くぜ、行くぜ。ガチトロールだぞこれ。動くな、ちょっと待って、ちょっと待って、動くな。マジで言ってるの、動くな。はい、後ろ向け。で、この衣装見せません。いや、ラバさん、僕あれです、はい、あの給油ゼロでこれ買っちゃった。あー、なるほど。確かに敵も装備強いからね。そう、怖すぎる。アーケンさんが死んでる、アーケンさんが死んでる、アーケンさんが死んでる、アーケンさんが死んでる。どうしたの？アーケンさんが死んでる、アーケンさんが死んでる、アーケンさんが死んでる、アーケンさん死んでます。あー、それ俺が殺したよ。バレしまったものはしょうがねえな。俺がスナイパーで殺したよ。え、何を言ってるんですか、あなたたちは。え、いいな、いいな、待って、俺も欲しい。あ、次誰殺そっかな。俺も助けやる。どういうこと？アーケンさん、アーケンさんに絡んでたやつ誰だ。アーケンさんとイニーさん打ち合ってたっていうんだから、イニーさんもこれやったらおしまいな。とりあえず一人落ちんじゃないの、確実に。アーケンさんに襲われてたもんな。
アケンさんとイニさん打ち合ってたの？あ、いた。そう、そういうところは。もしかしたらイニさんが来るかもしれない。いた。何が起きてる、何が起きてる。ここか、ここか。え、ここ鳴らせるの誰だ。え、結構ここ鳴らせる人限られるくない？誰だ。近い。通報タイム。俺の神アイテムのスナイパーを買うぜ。あれ、さて。あ、書いた書いた、よかった。銃声してた時そうだよな。アケンさんが死んでて、俺なんか長月にこれなんか死んでるけど殺したって聞いたら、なんかそのイニさんとやり合ってっていうのを説明を。そうだね。うん。イニさんとアケンさんが打ち合ってるのを俺とベノムさんが見て、うん。イニさんがアケンアケンって言うからアケンを打った。ほうほうほう。アレンさん、まあ、そうだっけ？帰り討ちにしたってこと？まあもちろん帰り討ちにしましたよ。うん。でちゃんと下打ちした。それは見た。アレンさんそれだけ？それだけじゃないっけ？他なかったっけ？うん、もうもっと重要な事項が抜けてるよね。うん、俺ら目線でアーキンが確定黒の情報が抜けてますよ、あなた。あれです、アーキンさん、あの赤い銃を使って我々をすごい光る弾を撃ってきたんですよ、僕らに。あ、さっきのラーバと同じことやった。さっきのラーバと同じことやって外しました、あの人。あ、そうなんですよ。マケさんに俺目線はもうイニとアリエヌ以外全員殺したらもう勝ちみたいな感じです。あ、そうだね。まあ説あるね。やってしまうのか、ベノムさん、もしかして。いや、イニさん、あなたと買った銃使わなきゃ損ですよ。やるか。ここで釣ってしまったらイニさんの銃が使えないだろ。あの重度のエリクサーシンドロームなんですよ。どうしよう。もう次に出会った人殺すか。また会おう。いいな、俺もやろうかな。でもやろうかな。次に目が合った人を殺します。どうしよう、ベノムさんとかありえんだったら。はっ、おぱいさんか。焦ったー。何。え、すごい、あのスナイパー撃たれてるのに何で済ませるの、すごい。あの人見て、俺も買っちゃった。あ、黄金だ、黄金銃だ。ベノムさん、撃っていい？2つ入れた。あ、いいんじゃない、撃ってみたい。え、カエルくん、撃っていい？こいつ来ろ、こいつ来ろ。カエル来ろ、カエル来ろ。どこだ、どこ行った。透明か、透明か、透明か。カエル来ろ、カエル来ろ。あ、カエルくん来ろ、オッケーオッケーオッケー。すぐ行った、カエル来ろ、カエル来ろ、カエル来ろ。カエル来ろ、マジ。これ通報しちゃうか、通報しちゃうか、通報できるわ。あぶねえ。おぱいさん、何とだけ一言言ってあの。あ、終わった。あれ？あ、いや、すごかったな今。なんかバグってる。バグってるよ。バグってるよ。バグってるよ。バグった。なるほど。環境タスクやりすぎじゃねこいつ。なんで10枚持ってるのにやりすぎ。いや、もうね、あのアケンさん死んでからはもう地雷を仕掛けて削ろうっていう。ああ、なるほど。ああ。地雷楽しそうだな。人狼勝ってないぞ。そうだぞ。アパイチ、DM で死ねゴミって送ってくるんだったら動画内で言えばいいのにね。最悪。死ねて言えなかったね。死ねて言えなかった。あー、ならしょうがない。じゃあもうスパイは地雷いっぱい仕掛けてください。15枚あげます。すごい。どんどん増えてくる。すごい。すごい。15枚あったらもうなんか初動だけで勝てるんじゃない？もうさすがにこれで人狼勝てるでしょう。これで勝てなかったらもう終わりだぞ。じゃあ俺ショップ行っちゃおっかな。俺ショップ行っちゃおっかな。ダメだ、誰も見てない、誰も見てない。俺あのタスク1個もやってない状態でショップ行ったのに、なんか誰も構ってくんなかったわ。大量の地雷を作るってことで。マイク、あ、ちょ、お、あと1個なの、あと1個なの。あくまのような笑いしてる。え、終わる？あ、じゃ、よし。入る、入る。か。だいたい3秒ぐらいだね、終わるか終わんないかっていうタイミング。だから3秒ぐらい経ってから、
殴ればいい感じのタスク、あ、タスクの進み具合。さっきやって思ったのが、透明化って自分じゃ透明化を消せないくせにダメージを受けた瞬間に透明化が解除されるっていう、意外とちょっと鬼畜な仕様じゃないかな。いや、鬼畜ではないか。そりゃそうか。ダメージを受けたらそりゃ解除した方がいいもんな。お、何？よいしょ。スナイパーは使いたくないしな。ここに1か。銃声ってこの部屋で鳴りました？わからん。あ、違うのか。なんか一発だけ聞こえたからさ、一発だけってデコイじゃなくない？多分。確かに。何何何が聞こえた？銃声？銃声。いや、自分の気のせいじゃなければいい。めとった。ほら。天才回避だろ今の。どうやってここから出るかだよな。いや待って、いやでも俺気のせいかもしんない、見間違いかもしんない。え、待って、あれベナさん今スナイパー持ってなかった？え、持ってなくね？やばい、あ、やばい、あ、俺気のせいかもしんない。あ、もう俺ダメだ。ペリン、え、ベノムさんです。ベノムさん、あ、お前もプロなのか。ユリティアさんが地雷で死んだ。電話したい、電話、エマージェンシーコール。ユリティアさんが地雷で死んだ。ちょっとあの、長月地雷俺の目の前で設置した、通報したい。ガチ？うん、俺避けたけど。あ、買うわ俺じゃん。どうやって通すんだっけ俺。トランシーバー。地雷除去できてないんだよな、危険だわ。あと2個撃つぜ。今度こそ俺はスナイパーを撃つ。お互いから撃った。びっくりした、長すぎ。ここカエルくん？ひど。え、待って、カエルくん死んでるよ目の前で。長すき？ん？え、こっちから来なかった？こっち上から来たんだけど。おい、カエル。え、カエルくん、待って、え、待って、地雷地雷地雷あった。ベノさん来るだったらどうすんの？ベノさんどっちから来たの？あ、地雷やつある。上から来たよ今。え、で、誰だ？ちょっと電話、赤い電話どこ？赤い電話、赤い電話どこだ？あ、おパンチが死んだ。おい、これはさすがに地雷。え、長月地雷じゃないの？誰だあの地雷設置したの？あれ、おパンチ、え、びっくりした。え、待って、一発だけの音って地雷？さっきの。わからん。あ、さっき兄さんがなんか落としたって言ったのってそれか。いた。あー、そうだよ。ああ、地雷仕掛けよかった。地雷仕掛けまくったわ。地雷の数言うか。今地雷作るすやるのってベノムさんしかいないなって思った瞬間にしない。いや、でも俺みんなと歩き回りながら普通に置きまくってたよ。え、しま、その5、始末した人数5のうち地雷何キルなのそれ？地雷、え、俺3じゃない？地雷3じゃない？やば。うわぁ、凶悪だ。これ長月の後ろに仕掛けたらなんか全然知らなかったんだよな。めちゃめちゃ楽しみにしてたんだ。長月気づくから長月来たから長月を置いたもんかと思った。え、知らなかった。え、だって、え、長月が助けて真後ろに置いたら長月死ななかった。
死ぬかなーって言ってたら死ななかった。エージェント諸君、オペレーション C が発令された。健闘を祈る。これは対地雷メタピストルです、ピストルが有効です。これは銃弾が多いピストルを買うのが地雷対策。さあどうなんだろうね、地雷メタ。さて結構思ったけどさ、このゲームにおいて早々とショップに近づくの割と黒いよな。いやもうそれはどうこれ、ほい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 、なんだあいつ、死ね。あ、ちょ、ごめん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 。アリエさん僕に一発撃たれました。アリエさん僕に一発撃たれました。なんで？なんで？さて、待って待って、俺給油そうだ。給油するのが今回のミッションだ。人間同士で争ってる場合ではない。これでアリエヌ黒だったらさ、ちょっと面白いよな。普通のなんかショッピングが長かった。適当に押している。足元をちゃんと確認しながらね、これ動かないとやられちゃうからね。これ地雷？これ地雷なの？これは地雷？あ？地雷を壊しました。ふん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 。いや怖いな。怖いよね。自分がカエル君の背中密着してる状態でカエル君地雷を置いたらさ、二人とも死ぬんかな。あーやめて。俺はまだ死にたくない。受精したな。びっくりした。受精した。ん？何の音だ、さっきから。あ、なんだこれ。あ、いけんのか。あっち、あっち行って。給油給油。爆破するか俺が。あっ、ちょスライディングで生きるんじゃないんだから。スライディングで生きない。みんな生きてますか。オパイチが死んでる。オパイチ死んでる。え、オパイチ多分すぐさっきだよ。ガチ？ね、いや今、僕屋上で鳴らしたんだけど、別れる瞬間、バルコニーの頃で いたから。僕、もうしていいですか。あれ多分、はい、オパイチさん、処理室から見えるあの長い通路で死んでます。なんでかっていうと、終わる瞬間、誰かが地雷解除するのが見えて、オパイチさんは多分、体で解除しました。あとなんか、その先のなんか階段の踊り場にも地雷置いてあって、ベノムさんがまあ、一応候補1。どこの階段？ラウンジ？階段。ラウンジなのかな。一番下の階。出ないからさ。そう、一番下の階から、まあそのみんなの初期リスポーンまで最短で行くみたいなルートあるじゃん。はいはい、メイン階段。そう、長い通路に通じるやつ。はい、そこに地雷が置いてあった。いやもうベルムさんは地雷大好きだからつっていいと思うけどね。一応候補1個だけ。まあ、私は今回2コイン入れただけですね。ほほ。
いやーまあでも釣るまでは行かなくていいんじゃないかな。長月最終倉庫いたけどあれどっから来たの？メイン階段降りて誰だっけな？メイン階段から来たの？会議終わった。会議終わった。最後ストレート。でも長月でもないよな。長月。オープン！最悪だ。長月じゃねえよなって言って死んだ。パッチー。ガソリンいけそうじゃない？これガソリンいける。ガソリンいけそう。ナイスナイスナイス。あナイス？そっちなくなってっから。あ、やばすぎ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 やばやばすぎったって。お、お、お、ナイス。奥の水色のやつがいる。これは今にある。今なんかポンポンポンって撃ったような音聞こえなかった？聞こえてないね。じゃあ気のせいか。オッケーオッケー。通報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 。水色って僕じゃん。コイン足りるかな。なんでございます。カエルくんが撃ち合ったのを見たんだけど、カエルくんですかね。カエルくんで、あら、で1234。何と誰が撃ち合ったの？1234。カエルくんと誰だろう。あの右奥のところで戦ってた人。でもこれ2人残ってたらこれ通報できないよな。え、自分でやったやつ言ってないじゃん。いや、あの水色の服着てる。まあ、僕も水色着てんだけど、あのマップで言うと、うん、どこだ、バルコニーのテラスだ。テラスのところで打ち合ってて、長杉、自分のことを人に投影しないでもらいたい。完全に無視されたわ。はい。どうしようかな。カエル君はどういう状況だったの？その打ち合ってたっていうのは。まず音階段に地雷を仕掛けた後にテラスでナイフを仕掛けて、アーケンさんを盾にして、はい、二人さんの銃を無効化して切りました。はい、なるほど。じゃあ外側へ。なるほどね。まあいくら議論してももう負けだしな俺は。そっか。いや、わかんない。打ち合えば勝てるかもしれない。諦めるな。まあ、あの二人ってことですね。頑張れ長月。いけるか。まあナイフは切れるよね。切れちゃうわよ。まだまだ地雷はありますせ。真ん中にいるわ二人。やり行くかじゃあ。せーの、ドーン。頑張ろう。うえー、てない。よし、一人やった。はまねー。あーら、わしじゃってる。待って。なんで？長月、お前人狼じゃないの？どういうこと？ありえる？ありえる？お前が人狼だよ。お前が人狼だよ。あれ？お前が人狼なんだよ。買わなきゃ。アリエル引いた。アリエル引いた。これできる。ワンチャンある。レーダー持ってなかったっけ二人とも。よしよしよし、ショットガン買った。ショットガン、よし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 。これ長月がヒーローになれるぞ。これ地雷で死ぬとか取ろう。あ、地雷が仕掛けてある。大丈夫か？気づか。後ろ。この距離で当たるの？危ない。気づいてなかった。横にかわしただろお前。ざけんなその距離。違う、地雷だ。違う、地雷を僕横通ったのに。あれ当たるの？いや長月、あれは解除するしかない。ジロ、嘘でしょ。いや惜しかった。長月。長月は長月だった。いや、マジか。待って横通ったのに。めっちゃへこんでる。絶望からのワンチャン長月あるかなって思ったらなかったっていうね。長月らしいオチでした。苦しすぎる。はい、ということで GG です。
ジジイ。ジジイ。Le cirque est plein.